こんにちは、松潤さん。高橋さんからリクエストがあったみたいですね。どんどん YouTube のミュージシャンとしての活動の幅広がってきてますね。この1ヶ月、2ヶ月前でしたかね、松潤さんとお会いしたのは。それから私がね、お話ししたように、松潤さんどんどん可能性を広げていただいて、生活どんどん変わっていったんだろうなというふうに見えますし、実際この前の、ね、対談でもそういうことを言われてましたし、感じるところ多いんではないかなと思います。まず自分の行動を変えてみると周りの環境が変わってきますよね。で、今回は YouTube ってものでいろいろやっていくと、確かに視聴者数は少ないんだけども、その中でもこういうふうな変化が起きてくるんですよね。だからこれからね、もっともっと視聴者さんが増えていったりとか、チャンネル登録が増えていったら、さらなる変化とかさらなるね、楽しみが増えていくっていうふうになっていくと思うんですよ。まあ、そういうことも期待しながら、松潤さんは新しいコーナー、新しい、こうね、チャレンジをどん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  YouTube に投げかけていくといいんではないかなと思います。まあ、ミュージシャンというよりもね、なんかその音楽事務所のプロデューサーですよね。セルフプロデューサー。ミュージシャンは松潤さんで、経営者が松潤さんで、ワンマンでやっているって感じですかね。うん、ミュージシャンというのは通常、マネージャーさんとかプロデューサーさんが思い描いた通りにやるものですけども、でもこういう時代、個人の時代ですから、最初から最後まで全部自分でやって、そして自分の思い通りのステージで自分を気に入ってくださる方が見に来てくださる、この流れができるのが YouTube かなと思います。今後もね、たくさん課題をね、課題っていうかそのチャレンジですか、課題ではなくて新しいチャレンジですね、こういったものに取り組んでいけばまたいいんじゃないですかね。で、今回ね、Zoom ライブで、まあやってみたらどうですか、デュエット、 Zoom ライブでタイムラグを承知で、で、こういう風になるんですよってことを実際にその Zoom でデュエットするとこうなるみたいなのを見せていくってことを第1話にして、そしてどういう風なツールを使ったらいいのか、 Facebook ライブなのかツイキャスなのか、いろいろ試してみたみたいなシリーズはどうですかね。最初からうまくいくものを探すんじゃなくて、あれこれやってみて、それの結果どうだったかみたいなのをいろんなツールでね、やっていくみたいなのもなかなか面白いと思いますよ。で、最終的にこの前山根さんがやったみたいに、スマホで YouTube をかけながらね、で、デュエットするみたいなところに落ち着きましたっていう風なオチでもいいんじゃないかなと思います。うん、以上ですね。まず新しいコーナーいっぱい作ってみたらどうでしょうか。はい、では、これからもよろしくお願いします。